まず前半部分、すり合わせる、つまり静止した状態にするためには B、つまり動滑車の方にぶら下げる重りの質量ラージ M0 をどうすればいいですかという問題ですね。力変えていくと A の方は質量がスモール M やから重力はスモール MG ね。張力が上向きに P で、ここに低滑車がいる。低滑車って例えば荷物持ち上げる時なんかも低滑車使ってるんですよね。ここに荷物があって直接持ち上げるのってこう引っ張らなあかんやん、腰痛なるやん。に対してこれ低滑車使ってあげたらで自分の体重をかけれるやん。つまり力の向き変えることができるすごい便利なもの、これが低滑車です。でも大きさ変わりません、引っ張る距離も変わりません。に対して動滑車っていうのは後で言いますけど力半分距離2倍になるよっていう性質がございます。ほんなら力どんどん変えていきますけど、まずねこれね同じ糸なんで全部張力は同じ大きさです。これちょっと難しいけど張力が働く作用点、滑車の両端ね同じ文字 T で書くことができます。これ天井も T で引っ張ってますけどね、 TTTT ね。 B ですけどこれ動滑車の質量は0、それにぶら下がってるからもうこれ全体がラージ M0 と考えましょう。なので動滑車と重りを合わせた重力を M0G って言っちゃいましょう。ほんならそれぞれ力の釣り合いより左側は上向き T イコール下向き MG ね、これ1式。次 B と動滑車合わせたやつはまず上向きは T 足す T で 2T ねイコール重力 M0G、 これが丸2式で、これは丸1式を丸2式に代入して M0 について解いてあげたら、まあ、2M って出てくるよね。これで多分力半分っていうのが分かっていただけると思います。今ねスモール M の重りで、まあ、ラージ M0 を持ち上げてるってことやった。ラージ M0 って今計算した結果 2M でしょ。2M という重たい重りを半分で持ち上げることができたってこと、つまり力が半分になったっていうよね。ただですね、そんなもん人生は甘くないんですよ。そんなにね力は半分になったけどこれね、その分うわーってたくさん引っ張らないといけないですよね。後半ですけど B が下がった、右側の動滑車が下向きに動いていった。例えば距離 L メーター動滑車が下がったとしましょう。ほんならこの左側の A はどれだけ上に上がるかなんですけど、この部分がこの部分になるわけですよね。そのためにこの部分に糸が現れるよね。この部分 L2 つ分の糸がこの辺のやつがこっち来なあかんってことは2つ分上がります。左側の重りは2倍の 2L 上がることになるんです。これが距離2倍ってやつです。この距離の2倍こっちの動きがありますよってことね。このことから加速度の過程が変わってきます。これさっきはさ同じペースで運動してましたね。だからこれ同じ加速度の大きさで仮定することができたんですよ。でも今回 A の加速度を A とするとこれ半分しか動かない。なのでこれこいつの加速度は2分の A になります。これ難しく言ったら束縛条件って言うんですよ。糸がこんな感じになってるから加速度にはこういう約束があるよねっていうのが束縛条件です。こっちを A とするとこっちは2分の A になるんだ。この加速度でそれぞれの物体で運動方程式を立式します。加速度を上向き A と仮定するから上向きを正で、こっちは下向き2分の A と仮定するから下向き正としてます。働く力は A は下向き MG で上向き、さっきと違うから T' にします。同じ糸でつながってるから T'T'T' で、今度こっちは全体をひとまとめとして下向きにラージ MG で張力 T'T' ですよね。ただ運動方程式作ると A は質量が M、 加速度が A、
上向き正としてるから張力 T' ダッシュはプラスやけど重力はマイナスですよ。次 B は質量ラージ M ね。で加速度2分の A で下向き正としてるから重力はプラスだけど張力2つはマイナスだよ。で辺辺単に足し算じゃ無理ですよね。でちょっと一工夫です。ここ T ダッシュに対してこっち 2T ダッシュやから、これ丸一式全体を2倍してあげて 2MA イコール 2T ダッシュ引く 2MG 1式かける2っていうのを計算してあげたら辺辺足し算でいきますよね。 2T ダッシュが消えてくれます。はい、したがってこういう式が得られまして、まあ、これを A について解いてあげたら、まあ、こんな感じかな。同じキログラムの塊で分数を作った方が、まあ、綺麗なっていうのは一応エッセンスとかにも書いてあります。で、この加速度を簡単な丸一式に代入しようか。 T' っていうのを計算します。まず M でくくります。次に A たす G っていうのを計算するんだけど、 A に G ついてるやん。だから G あるやん。だから G でくくるんですよ。ほんだらこの分数たす1の形になるやん。で、通分してあげたらこれ 4M 消えてくれます。したがって、まあ、こんな感じの式が得られますよ。じゃあ最後、この時の張力 S を求めろやから、糸ベータ、これが張力 S なんだけど、この滑車の部分見てもらったら、これは T' 2つ分って考えていただいたら OK。 だから力の釣り合いより低滑車やから、そもそも止まってるよね。上向きの力 S イコール下向きの力張力 T' 2つ分、これ計算してあげたらよくて、 4M たすラージ M 分のこいつの2倍、6M ラージ MG となります。